はい、それじゃあね、今回は2013年第1回第3問、問1問のね、回答解説をしていきます。はい。問題を読んでいくと、メンデルは遠藤を材料にして実験を行い、1865年に遺伝の仕組みに関する発表をした後、彼が用いた遠藤は遺伝の研究をする上で優れた特徴を持っていた。この特徴を説明した文として、適当でないものを、次の1から5のうちから1つ選べ、回答番号は11ということですね。はい。順番にね、1から5まで見ていただきましょう。はい。まず1番。多数の種子を得ることができるので、結果の分析がしやすい。ね。たくさんの種子あればね、まあ、遺伝分、表現型のね、分離比とか、ね、そういうのもね、まあ、わかりやすいですね。まあ、統計的にね、見やすいというわけで、いっぱいある方が、やっぱりその、分析しやすいんですよ。統計的なね、処理がしやすいと。ね。いろんな例があったら、ね、たくさんね、いろんな例があった方が、やっぱりいいなというわけで、1番は正解ですね。で、次。丸には人工授粉により種子を得ることができる。ね。これ人工授粉により種子を得ることができるっていうのは、これね、前も話しましたね。なんか流骨弁とかいうのがあって、他のね、個体とのね、交配を妨げることができますよって話しましたね。あれをうまいこと使うんですよ。ね。流骨弁があったら、自家授粉しかできないような状況になるんでしょ？じゃあ、その、中から、おしべだけ抜くとか、あるじゃん。おしべだけ、ね。その鼻の中からおしべだけ取り除いてあげれば、ね。自分で花粉、他のね、個体から取ってきて、この花粉を、こいつに受粉させてやろうとか、そういうことをできるわけじゃないですか。ね。自分で、こういうね、交配をしようっていうね、そういう人工的な交配をしやすいというわけで、ね、その人工的なね、受粉により種子を得ることができるとね、まあ、こういう交配をしたらね、どんな結果が得られるかなっていう実験ができるってことで、2番は正解なんですね。で、次。3番目。種子の形が丸とシワなど、はっきりと区別ができる対立形質があると。ね。種子の形が丸とシワとか、ね。今までよく出てきましたね。あと、塩のね、色が黄色と緑とか、ね。あとはね、草丈が高いとか低いとかあるんですけど、ね。そういういろいろね、7つの形質があって、そのね、明瞭なね、差がある、対立形質があるっていうのは、まあ、これ、遠藤のね、いいところですね。はい。で、次。マリオは自然状態では自家受粉により種子が生じるので、純系を得やすいと。ね。放置してるだけで勝手に純系を作ってくれると。便利すぎません？ね。本来はね、自家受粉をさせないといけないんですよ。ね。積極的に自家受粉をね、させるためにビニールで覆ったりとかね、そういうめんどくさい作業してないといけないんですよ。でもさっきも言いましたけど、流骨弁っていうね、花弁があることによって、ね、他のね、他個体とのね、受粉をすることをね、まあ、防いでるというわけで、勝手にね、掘ってたら、ね、まあ、種が得られましたよってね、パラパラって巻きました、育てました、で、育ちました、花できました、勝手に自家受粉します、また種できます、それポイって巻きます、っていうのをずーっと繰り返してると、勝手に純系がポポポッとできてくると。楽ですね。はい。ってことで、そういうね、楽さがあると。楽さがあって、ね、その自然状態では自家受精により、種子が生じるので、純系を得やすいというわけですね。で、最後、5番。種子をまいてから3年で次の世代が得られる。これは違いますね。これ、実験するときにですよ。種っぽいってまいて、で、次のね、世代ができるまで3年もかかっちゃったらですよ。3年もかかったら、実験するの何年かかるんですかって話じゃないですか。ね。実験するね、実験に用いる生物っていうのは、世代の交代が早いものがいいんですよ。ね。パッパカ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 ね、次の代ってね、進むようなやつがいいんですよ。だから20日ネズミとかね、今回出てきてる遠藤とか、ね。あと赤パンカビとかね。あんなんはね、その一世代、一つのね、その、ね、まあ、僕の人生終わるのが多分長いと思いますけど、ね。多分ね。いきなりどっかでポクっていくかもしれないですけど、ね。まあ、その、一般的に人間とかは寿命が長いじゃないですか。寿命が。長いので、実験動物には向かないわけですよ。ね。寿命の長いやつっていうのは、その次の代にね、その遺伝、特に遺伝とかだったらね、次々ね、次の代ってね、交配して、遺伝子がどんなもんなんか、遺伝子のね、分離比がどうなるのかなとかね、それによって、遺伝子が、ね、連鎖してるのかな、独立してるのかなとかね、その遺伝子がね、優勢なのかな、劣勢なのかなっていうのを調べたいわけですよ。ですから、次々ね、部代が変わっていってほしい。ね。要は寿命が短い方がいいと。ね、一世代が短い。ね、寿命が短いって言うと一世代が短いっていうのはね、まあ、大体同じような意味ですけど、ちょっと違いますけどね。ね。それだから、一世代が短いっていうのが重要なんですよ。三年なんかっていうね、そんな三年なんていう、その長いスパンだったら、後輩やってられないですよ。ね。
一世代3年ね、だから F1 だとね、親世代のね、親世代がいて F1 が行くまでこれ3年でしょ、ここ3年でしょ、でさらに F2 まで行くのに3年でしょ、ね、F3 まで行くのにこれ9年でしょ、 3年あってこれ全部で9年でしょ、こんな9年ですよ。小学生から中学生まで行きますよね、めっちゃ長いじゃないですか。そんな長い間かけてらんないんですよ。なのでこの一世代が短いっていう形式、っていうね、性質をエンドを持ってて、それだから使いやすかったというわけですね。だから3年とかね、そんな長いスパンではないよってことで、一番最後のね、丸5番っていうのが×ですね。ということで、答えとしては、丸5番というわけですね。今回のね、授業、ね、まあ、僕ね、この今の、ね、この授業、このね、カリキュラムで、資料、この別個につけたりしなかったですけど、今回ね、の授業には資料つけておきます。資料つけておいて、その資料には、実験動物かね、実験植物、まあ、実験生物ですね。実験生物の特徴として、どんなものを持っているのがいいのかなっていうのをね、まとめた資料をつけておきますので、それしっかりね、ちょっと一回目通しておいてください。はい。それではね、これで2013年第1回第3問、問1番のね、問題解説終わって、次のね、動画では2013年第1回第3問、問2番のね、回答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。